今日はですね、天気の話をしますね。晴れのち曇りじゃないですよ、その天気じゃなくてね、その天気も大事ですけど、まあ皆様にやっぱり数々の、僕も人生、68年生きてると、まあね、何度か上り坂、下り坂、まさかというね坂を何度も、上りまして、で、まあ僕のそうですね、最大の転機って言いますと、ちょうど僕が30になった時に、今のっていうかね、去年閉めましたんですけど、お手取り国を30歳でオープンしましてね。で、まあこういうね、ミシュランから嫌われ、料理評論からも特にやっぱり料理評論家たちからは嫌われてましたね。あと、まあ僕より先輩の同業者かな、まあ生意気だ、まあ料理評論家なんてまだ帰れみたいなねミシュランもそうですけど、帰れみたいな、まあそれはね、まあバッシングを得るのは当然自業自得 で、ただですね、それが非常に、まあちょうど僕85年に四ツ谷オープンして、ちょうど次の年一億総グルメっていう、もう大グルメが起きるわけですよ。そうするともう国民全員がその、バブルでね、もうグルメってことで、まあね、もう日本中マスコミもね、まあその中で、まあ最先端のフランス料理だっつってね、味噌米醤油ね、フカヒレ天ぷら茶碗蒸しそういうのをもうどんどん自分のレシピに入れてね、まあそれまではフランスのそういう伝統的な料理ね、味噌米醤油とかね、フカヒレだとか茶碗蒸しだとか天ぷらとか焼き鳥とかね、そういうレシピはなかったので、まあ業界の先輩たちからはもうあんなデタラメなフランス料理はないと、まあ料理評論からはあんな生意気な料理人は全部あいつがもうぶち壊してると、ね、もうそういう、それが非常にこうグルメブームで加熱しましてね、いや僕もいやこれちょっとやばいなと、まあこのまんま行ったら多分うちの店もお客さんも誰も来なくなるだなっちゃうだろうし、あこれはと言って本当にもう半年ぐらいほとんどお客さん来られませんでしたからね。あこれはもうこれで終わって、まあ借金地獄かなという時にですね、アメリカの、まあ僕は黙ってそのバリーワインっていうんですけどね、ニューヨークで弁護士をやってたその彼が食べに来てたらしいんですね。で食事の終わった後にジェシー僕に会いたいと、でもう僕英語できないしフランス語だよみたいな話をして、で彼と会ったらとにかくすぐニューヨークに来てくれと、この今日食べたこの料理をニューヨーカーにすぐ発表したいということを言われましてね。で僕もまあまあ、日本ではね、あまり自信なかったんですけど、まあヨーロッパでね7、8年、まあ、ミシュランの三つ星でも実績ありましたし、まあ、海外に出たらっていうのは自分の中でもあったんですけど、でちょうどそういうやばいなという時期だったので、もうそのバリーワインの話に即乗りましてね。でじゃあ来年すぐ来てくれと、ああ行くべみたいな
で、ブラックジャックとかね、コンソメゼリーの中にキャビアを入れてブラックジャックの野菜を飾ったりとかね、スフレの、辛いスフレを作ったりだとか、まあいろいろメニューを作りましてね。でその時言われたのが、大体僕まあ、その後にねそのニューヨークが大成功するんですけど、大体今そんなにお店開けられないので1週間ぐらいしかお店開けないんですけど、ニューヨークとパリだけかな、10日やってくれと、2週間やってくれと。で2週間ですか。でそしたら、まあ、ニューヨーカーもパリジェンヌも1週間は三國さんね、来ないんですよ、ニューヨーカーも。で1週間でそのどうだみたいな噂を聞いて、あって言ったらダダダダッと来る。それはもうニューヨークもパリも一緒でした。で分かりましたっていうので、1週間過ぎましてね、もうそしたらちょうどキルテッドジラフっていうレストランで何席あったかな、100席以上ありましたかね、すっごい広いレストランで。でその当時もニューヨークでもう一番新しいっていう四つ星取ってましたから。でまあ1週間はまあダラダラと終わって、もう1週間後ですよ、もうすっごいですよ。もうみんな今度友達が今島行ってね、自家用でもうすぐ戻ってくるからっつって、もうそういうお客がその2週間後うわーっと押し寄せて、でうわね、日本と違ってねすごいなと。でそこで一番五つ星のね、誰でも知ってるニューヨークの一番っていうホテルの料理長も来ましてね。でそれまでニューヨークであれですよ、日本のシェフは誰もいなかったし、今ノブさんってね、皆さんノブさん有名じゃないですか。彼はまだニューヨークに来てなくて、ロスでお寿司屋さんやってた時代なんです。なので日本人がフランス料理を作るなんてのはとんでもないみたいな。でその五つ星のシェフが食べに来て、もうペロッと今まで人生の中でもう最も美味しいフランス料理だったっていうのがうわっとニューヨークに伝わって、それから次の年からかな、日本のシェフたちがどん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 ピックアップされて、まあ後にノブさんもニューヨークに来て、まあ日本のシェフたちがね、もう注目を浴びて、もう今やね、もう日本のシェフって当たり前ですけど、まあ、それからすぐやっぱりニューヨークっていうのがねすごくて、もうすぐ全世界にすぐ発信されて、まあ、それからですね、すぐ香港のペニンシュラ来てくれ、でその後ラッフルズホテル、あとバークレーホテルですね、イギリスのね、そこはエリザベス女王も来てくれて、で最後はやっぱりその当時タイのザ・オリエンタルのねノルマンディっていうレストランで、そこはもう世界25年間世界ナンバーワンだったかな、タイのオリエンタルホテルのノルマンディ、そこはもう三つ星のシェフが来てて、でずっと三つ星のシェフだけが、ちょっと僕がフェアやった時はジョルジュ・ブランから来たシェフと、その後トワグルのシェフから、まあ、そこで5年連続ね、三國フェアを成功させて、まあまあそこで、まあ、そのフランスのシェフたちとね、まあ、トップシェフと肩を並べるようになって、まあその頃からかね、世界の三國だみたいな、まあそれを、まあ、ちょうど30代ですね、30代でほとんど全世界回って実施でやってましたら、まあその料理評論家やっぱり、あと業界の先輩たちも、まあまあペニンシュラとかラッフルズとかオリエンタルとかバークレーとか、もう世界のトップトップですから、まあ、まあ、まあ海外でそれだけその評価されるのであれば、まあ三國も
まあ許してやろうかみたいなね、そんな感じでようやく日本の料理、まあ、評論家でも三つ星を取るようになりましてね、まあそれからは料理評論家さんたちともね仲良くまあして、まあそれからですね、まあ、まあ30代は本当に海外毎年もう多ければ年に2回ぐらい行ってましたからね、まあ、30代そういう、まあ、世界で認められてようやく日本の人も今はね、皆さん今現在ね、パリ、ニューヨーク、ロンドンのミシュランの三つ星でね、味噌、米、醤油、お刺身を出してないお店はないです。逆に今お刺身とかね、出汁とかを出さなければもうミシュランの星は取れないっていうぐらいに、なってますしね。僕の後輩たちももうパリでケイちゃんはミシュランの三つ星取ったし、佐藤君は二つ星取ったし、手島君は一つ星取ったし、パリの本国ですよ。三つ星、二つ星、一つ星バーッと取っちゃうんですよ。本当にうん、まあまあ僕は、37年、かかりましたんですけどもね、まあ、またこれから今度は旧跡の店を作ってもう一回初心に戻って70から、ちょっとね体もシェイプしてマンスになって、頑張りたいなと思っておりますので、また皆さんついてきてください。じゃあねー、グーでーす。